貨幣デジタル通貨暗号通貨イーサリアムイーサリアムとは分散型アプリケーションやスマートコントラクトを構築するためのプラットフォームの名称及び関連するオープンソースソフトウェアプロジェクトの総称であるイーサリアムプロジェクトによって開発が進められているイーサリアムではイーサリアムネットワークと呼ばれる P2P のネットワーク上でスマートコントラクトの履行履歴を ブロックチェーンに記録していく。またイーサリアムはスマートコントラクトを記述するチューリング完全なプログラミング言語を持ち、ネットワーク参加者はこのネットワーク上のブロックチェーンに任意のナップスやスマートコントラクトを記述しそれを実行することが可能になる。ネットワーク参加者がエーテルと呼ばれるイーサリアム内部通貨の報酬を目当てに採掘と呼ばれる。 ブロックチェーンへのスマートコントラクトの履行結果の記録を行うことでその正当性を保障していく。このような仕組みにより特定の中央管理組織に依拠せず P に P 全体を実行環境としてプログラムの実行とその結果を共有することが可能になった。イーサリアムの構想は2013年にウォータルー大学の学生であったビタリック・ブテリンにより示され、 その構想は、ギャビン・ウッドにより、学術的な整理がなされた。また、プラットフォームの開発においては、2014年2月に、プルーフ・オブ・コンセプトの最初のフェーズとして、プログラミング言語 C で実装されたクライアントが、リリースされた。以降、順次開発が進められ、POC-9 である、オリンピックを経て、2015年7月30日に、最初のベータ版である、 フロンティアがリリースされた。今後、フロンティアでのネットワークの安定性の確認や、ユーザビリティの向上を含めた改良がなされ、ホームステッド、メトロポリス、セレニティと呼ばれるバージョンが順次リリースされていく予定である。イーサリアムのブロックチェーンを稼働させる、ソフトアプリを開発する目的で設立された企業、混ン,センシスが2016年に、 デロイト投資マツと技術提携してイーサリアムのプラットフォームを基礎にした銀行を作ることになった。イーサリアムでは内部通貨イーサが規定されている。ビットコインと同様に採掘者による採掘の報酬としてイーサが発行される。イーサはスマートコントラクトを履行するための手数料として用いられる。イーサリアムはダップおよびスマートコントラクトを 実現するためのプラットフォームであり、任意のプロジェクトがイーサリアムのプラットフォーム上で動作が可能である。現在までに予測市場をイーサリアム上で実現するオーガー、イーサやアーク20企画に基づいた仮想通貨の交換サービスを提供するニスウォープ、イーサリアム上の流動性を提供するアベイ、オープンソースの開発プロジェクトを支援するギトコン、 ダオの蘇生や設立を支援するアラゴンなど様々なプロジェクトが発足している。デブコンは世界のイーサリアムの開発者、研究者向けにイーサリアム財団が開催する年に一度の会議である。ありがとうございます。